金蔵氏とは、江戸時代初頭の約80年間に金、もしくは金まじり文で表された三文文芸の総称。明治30年代に水谷不等が初めて使用した。加減は、天那2年の伊原西閣、公職一大男出版の頃までとするのが一般的。中世文学と金蔵氏の違いの一つに出版がある。 中世文学の複製方法が写本であったのに比べ、近世には金造紙のような俗文芸も活字印刷や木版印刷で出版されるようになり、従来の貴族向けの出版から不特定多数の読者に向けた商業出版への転換をもたらした。作者の多くは当時の知識人層であり、浅井良衣、鈴木昭造、唐妻光弘らが知られている。 また、斉藤近森や江島た信など、教養のある老人が一時の孤高をしのぐために書いた作品が多い。出版元は、ほとんどが京都の本屋であり、一部の作品は江戸で開版されて出版された。明暦年間から漢文年間にかけてが、金像誌の最盛期と言われる。説話から話へと文学の流行が移行していくにつれ、強説性の強い金像誌は、 下火となった。内容は、競技教訓的なもの、娯楽的なもの、実用本位のものに対別できるが、これらの性質が重なり合っている場合が多い。1670年に刊行された造補書籍目録では、当時の書籍が36項目に分類されている。他多数。深澤明夫、菊池新一編、金蔵氏研究文献目録によれば、三百点に、 及ぶ、原点工程研究所論文、ありがとうございます。